月田一郎は日本の俳優である。本名は月田聡二郎だが、本名同じとの説や月田一郎説などもある。戦前に松竹蒲田撮影所、新興キネマ、東宝などで多数の作品に出演したバイプレイヤーである。身長は5尺4寸、体重は14貫200匁目。1909年10月11日、山口県岩国町に生まれる。幼児期に東京府東京市へ移り、早稲田小学校、東京中学校を卒業して、法政大学に進学する。生家は銀座で婦人帽子店を経営していたと言われている。在学中に映画俳優を志し、俳優、鈴木伝明に師事。1929年、大学を中退して、松竹蒲田撮影所に入社。同年、牛原宇津彦監督映画、山の外貨で映画デビュー。1930年、小津安二郎監督映画、落第はしたけれどで、大学生役に抜擢され、斉藤達夫、横尾デカオらと共演し、これがきっかけで2枚目ぶりを買われ、その後も鈴木主演映画を中心に多く出演する。1931年、同じく2枚目スターとして、将来を期待されていた毛利輝夫が愛人の大町弘子と鉄道心中した後は、31年型美男子と宣伝されて売り出し、池田義信監督映画、街のルンペンなど準主役から主役クラスで出演する。ところが、同年9月、鈴木が退社して、富士映画社を創立するに伴い、岡田時彦、高田実らの看板スターと共に参加する。1933年2月にあえなく解散するが、同年7月、高田、岡田が入社していた新興キネマに入り、多数の作品で主演を務めた。1934年8月、日活から独立した永田正一が創立した第一映画社に、同じく新興キネマから退社した中野英二と共に参加して、再び鈴木と合流する。同年、伊藤大輔監督の第一映画社第1回作品、建設の人々で、鈴木、中野のほか、日活から入社してきた山田五十鈴と共演。そして1936年、多数の作品で共演した山田と結婚して、同年8月、和目、美智子を設ける。ところが、同年9月、第一映画社は解散したため、山田と共に、新興キネマ、京都撮影所に移籍する。1938年、山田と共に今度は東宝に移籍して、ここでも多数の作品に出演するが、ほとんど助演に終始した。ところが、1942年に山田と離婚。離婚後、親権をめぐって山田と裁判で争い、月田は勝訴して、美智子を引き取る。その後、東京市世田谷区へ移ったが、終戦後間もない1945年9月27日、メチルアルコール中毒のため死去した。満35歳という若さだった。ただし、死因については、ハムの食中毒という説もある。ありがとうございます。